帝京大学の学生の皆さんは下妻で事業用操縦士の免許を目指して訓練されているとお聞きしておりますけども、今日は飛行機の楽しさも十分に楽しんでいただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。エンジンスタートしますね。回します。オイルプレッシャーチェックですね。同じエンジンですからね、大体レシプロですから、はい、じゃあエンジンスタートはノーマルですので、はい、行きますね、はい、じゃあタクシーしていきますよ、はい、福島レディオですね。これ福島レディオですね。福島レディオ、はい、福島レディオ、セブンスリーズパッツソーマー。ああAvex 1010, runway 01, runway clear, wind 030 at 8. 出発します。パーキングブレーキ、これがパーキングブレーキオフですね。出発します。はい、クリア。走り出したらすぐブレーキチェックをやって、で、この黄色い線に乗っていきますね。黄色い線に自分の体を乗っけるような感じでこうタクシングします。まっすぐ自分の真ん中に来るよね。クリアタクシーをします。ライトサイクリア、レフトサイクリア。で、大体このケーキがちゃんと追従してるかどうかもね、確認します。南方向ですから南を向いてます。レシプロエンジンですのでランナップがありますので、大体滑走路と45度の角度で、まず止めます。できれば風が強いときはなるべく風に衰退させるようにします。今日は風弱いですので、はい、大体45度の角度で。ウィンチェック、ウィンド020アット。帝京大学にはヘリパイロットコースがあります。このコースがあるのは帝京大学だけです。大空が待っています。あなたの夢を叶えましょう。